主人が数十年どうしても自分の部屋を片付けることができません。でそれをほっとけない私がいます。何かいい知恵はないでしょうかですね。一番問題は何かというと、部屋を片付けることができないご主人ではなくて、ほっとけない私なんです。で、この、 まあ今、ほっとけないっていうことが、ご主人が自分で自分の部屋を片付けることができない。だから、ほっとけないので、片付けてしまっているのか、片付けているのか、あるいは片付けずに何もしていないのか。ね、なので、ご主人の部屋は自分で散らかし放題になっているのか。 っていうこれがとっても大きいんですけどあのご主人が今自分で自分の部屋を片付けられないだから奥様が今片付けてるんであればご主人は片付ける必要がないので多分自分で部屋を片付けることは死ぬまでなさらないといま,まあ死んでもなさらないですよね。で逆に放って,おいて たらどんどん部屋が汚くなってしまうじゃないかということなんですけどご主人これ年取れば取るほどね片付けてください片付けてくださいって言うとどんどん片付けなくなりますでそういうもんなんですよあの子供で会った時にお父さんお母さんまあお母さんにねこれやりなさいってやると今やろうと思ったのにって反発心が湧いてきますよね 夫婦なんて長いこと一緒にいれば、それはもうお互い、あの、いることが当たり前の関係になっていくので、こなんかこうしてくださいって言われて、ああそう、そうですか、そうしますよなんて、なかなか改められなくなりますよね。で、しかもご主人にとったら、それ本人が望んでか望んでないかわかりませんけれども、散らかしたく方がね、なんか安心感があるんであれば、それは絶対片付けませんよね。で、あの、 まあ一番いいことは何かというと、放っておくということです。今ね、放っておくない私がいます。何かいい知恵はないでしょうかこれは、私が放っておえるようになるために何かいい知恵がないかなのか、主人が片付けるようになるために何かいい知恵がないか。どっちを問われているのかわからないんですけど、私は、 あの、ご主人が自分の部屋を片付けることができません。ね、放っておけない私がいます。って言ったときに、何とかしなきゃならないのは、ご主人の方じゃなくて、放っておけない私の方だと、ね、えー、思ってます。なので、えー、何かいい知恵はないでしょうかって言ったときに、どうしたら、じゃあ、放っておくかということです。で、どうしたら、 私放っておけるんだろう。ということをまず考えてください。あ、ご主人はご主人。自分は自分。でそのようにして分けて考える。それんなこと言ったらどんどん部屋汚くなるじゃないですかって。で、これを片付けてしまっている限りご主人は絶対自分ではやらないです。で、もう限界っていうところまで行って自分で片付けるかもしれないし、片付けられないままゴミ屋敷の中での垂れ死にしていくかもしれません。 けれども、これを放っておくということを決める。つまり、そこに目くじらをいちいち立てないということが、案外とご主人が自分で片付けるようになる鍵だったりするんですね。おそらく、今、このご質問してくださっている方は、 いろいろなことを自分の思い通りにいかないことを放っておけない人だと思うんですね。なので、自分が思ったように物事がやっぱり進んでいかないっていうことに対して非常にイライラしたり、なんとかしなきゃって思ったりする。けども、これはなかなか思うようにはそうしている限りはやっぱりいかないんですよね。で、動物を わかってるとわかるんですけど、いつもごめんなさい。私の話に登場してくるんですよね。あの、ヤギちゃんと、豚ちゃんと、犬ちゃんと、いうんです。犬は、まあ、しつけることできます。ヤギとか豚さんも、ある程度しつけることができると思います。ちゃんとやれば。だけども、最終的には、人間のようにしつけることはやっぱりできません。で、やっぱり、それを見てるとね、 その人その人の性っていうものがありますよ。ね、だけれど、やっぱり、生きていく上で、ヤギもね、ご飯食べながらおしっこします。草をはみながらうんちします。だけど、偉いもんで、同じところの草をずっと食べることはしないんですよ。本能に組み込まれてるんですけどしょうけど、草を食べて、食べながらおしっこう,うんちしますで。ずっと同じところを食べていると、 あれ、不衛生になっていくのを本能的に避けるんでしょうかね。必ず移動しながら、ちょっと食べて、ちょっと食べて、ちょっと食べてって、こうやって移動しながら食べてるんですよ。で、そうやって、清潔を保ってるんですね。豚なんかもそうです。ちゃんとしつけてないのに、あの、自分の、まあ、複言時は、あの、昔、炭釜があった、その炭釜の釜が、豚ちゃんたちの家になったるんですけど、 その中でおしっこうんちしないですよね。やっぱり。犬もそうです。あの、ももちゃんっていう犬がいるんですけどもう。うんちもおしっこもしますよ。しますけど、やっぱり、自分の小屋の中でうんちやおしっこはしません。ヤギはします。ヤギはしますけど。やっぱりね、あれ、動物見てると、最低限、あの、命を脅かすような不潔な状態っていうのは避けるように、どうも生き物はできてますね。 人間もやっぱりそうなんですよ。時々こうゴミ屋敷みたいにしてね、完全にこう散らかしてしまう人っていえるんですけど、あれ完全に心の病気ですで。そういう状態になった人は別ですけど、そうでない、ある程度普通にものを考えて普通に生活できるという人が、あまりにもひどく散らかすってで、それを根本的に片付けるようになるっていうためには、片付けてくれる人、注意して,る人してくれる人がいる限り、やっぱりやらないんですよ。 やっぱり自分で、あっと、これはちょっとまずいな、と思って片付け始めないと、やっぱり根本的には自分で片付けるようにはならないんですね。外から口出す限り。で、この何か自分で、あ、これはもうダメだな、限界だな、と言って片付け始めたら、その時に、どうやって片付けていいかわからないんですね、男っていうのは。 散らかすのは得意ですけど、どうやって片付けていいか分からなんですよ。で、この時に、こうやって片付けたらいいんだっていうことを一緒に手伝ってあげるとかね。で、そうしていくことによってですね、片付いていく。まあ一番いいのは、の、奥様も一緒に散らかすことですね。<laughs> そうすると奥さん、旦那さん片付け始めたりするかもしれません。でもそれぐらい、い,いですか。一人の人間が一回ついてしまったパターンを、ね、変えていくっていうのは難しいことです。 難しいことです。修行道場に来ているお弟子さんですら、そうですから。す、ね、べてを投げ打って自分でここに学びに来たんですけど、まあ、脱いだものを畳むんですね。疲れてれば余計畳めなくなります。私もそうですもん。やっぱり疲れるとねお、なんか散らかしっぱなしにしたり、やりっぱなしにしたりしてしまうんですよね。それを、ね、よっぽど習慣づけるっていうのは大変なことですね。けれども、自分でね、あ、これはダメだなと思ったら、自分から、 服を畳んだり布団畳んだり片付けたりっていうことをやり始めるもんなんですよ。でもそれをやり始める前に介入してしまうとなかなかこれはできるようにならなかったりしますね。ですから、まあ、本当にあの動物ですら本能的にあまりにも不衛生なことっていうのは避けるようにできています。で人間でそれが平気になるということはもう心の病気ですね。ですから病院に行った方がいいと思います。 でもそうでないんであれば、やっぱり手を出しすぎてしまったり、放っとけない人がいるので。いつまでたっても、やっぱり自分で片付けるってところに至らないですよね。ちょっと冷たい答えのようですけれども、最終的には放っておいて様子を見るというのは一般効果的です。はい、で、それで、えっ、ー、と、不衛生になって、ね、病気になったり。あの、してしまったら、どうなんですかって。まあ。あんまりひどい。 であれれれば離れてししままう方がいいのかもしれませんねどっかで片付けてくれるどっかでまだまだ自分を見捨てないだろうこいつはって思ってるのかもしれませんね人間は火事になったら出ていきますから絶対に家が燃えたら絶対片付けますからそういうもんです